高校2年生の頃からこんな選手見て DDT 好きになって、やっと結果を一つ残して半ばかもしれんけど、やっと目の前に立てました。タケちゃん、この DO プロレス5年やって俺も強くなったよ。タケちゃん頑張って頑張って頑張って、はい、つくばってでもタケちゃんに勝って優勝するよ。